どうも、ドーゼルです。はい、ということで今日もクラッシュライアルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで今日も一日一本のお時間がやってまいりました。この方に来ていただいております。ボンジュール。ボンジュールだ。どうもです。どうもです。一日一本、一日一本、私のチャンネルにはですね、ボンジュールさんが一日一回登場すると。なるほどなるほどいうね、はい、ことが証明されつつあります。はい、はい、ということで、今日ボンさんやっていく企画なんですけど、はい、僕たちね、もう日本人なのに情けない。え情けない日本人なのに情けない。もう私は何がですか。私たちはね、日々日常で日本語以外の言葉を自然にもう使うようになっちゃってるんですよ。いやいやいや、はい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 、外国語、外国語、いや、はい、まあまあまあそうでしょうね。日本人たるもの、はい、やっぱこう日本語だけで喋れることも必要なんじゃないかと。日本語だけで、もうこれからの世界、これからの世界逆でしょ、むしろこれからを語るなら逆でしょ。いやいや、どっちもできるようにならない。あ、まあ確かにね、その外国も喋れるようにならないといけないし、はい、日本語だけでもね、確かに喋れる訓練をしとかないといけない。日本語大事にってことですね。そうそうそう。ということで、はい、本日の企画は外国語喋っちゃいけないロワイヤル、お願いします。お願いします。今回、なぜこの企画を選んだかというと、うん、まあ、ボンジュールさんがもうそもそもボンジュールが外国語なわけですよ僕はもう今日は、はいはい、あのこんにちはさんって呼びますから。嘘でしょ嘘でしょ。名前もダメなの。名前もダメです。ボンジュールだってフランス語なんで。あ、フランス語。フランス語ですよ。だから英語禁止じゃなくて、はい、違う違う、外国語禁止、外国語にしたんですねそうそう、なるほどね。だから、あ、ちょ、挨拶してもらっていいですか。あ、じゃあもう用意スタートしますよ。え、外国語禁止で用意スタートしましたよ、はい、用意スタート。じゃあ、今日来ていただいている、来客者、この方です。こんにちは、こんにちはだいや、そういうこと、コンさん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 に来ていただいております。コンさんじゃない、コンさん。え、ちょっと待って、はい、あの、ずるの兄さんはずる兄さんはずる兄は、ずる兄でいきますか、ずる兄でいいですか。コンさん、はい、もう戦いは始まっています今日は。あ、もう始まってるんですね、はい、今日は始まってます。この、はいはい、超魔法の宝箱、ね、うん、超魔法の宝箱、超魔法、この超魔法の宝箱を、あの、そろそろ引けやと。ついに、もうずっと気になってたんですよ。ずっとね、言われるんですよ、コメントで。おい、ずるにーとまずは引いて、で、その後に戦い、戦に行きたいと思いますついに引くんですね。参ります。超魔法の、これ、あの、緑の石使っちゃうけど、はい、全然もういいです。はい、この企画のために。お金、まず金、金、あー、まあ、魔法使いですね。魔法使い、これは、まあ、予習も兼ねてますから、この宝箱は。風船骨、骨風船、ルフィの技みたいになってます。棒です。あまりにも雑すぎません。棒です、これは。棒ね、まあまあ、矢の雨いや、これは矢の雨でいいでしょ。逆に悩むんですよ。まあ、ちっちゃい、なんですか、これは。ちっちゃい、はい、ちっちゃい箱箱ってどういうこと。ちっちゃいやつ。さらに、来ました。特別なやつ。魔法のいて。魔法のいて。いてって読みますって、あれ。イシュ。よくわかんない。魔法の狩人。魔法の狩人。はいはい。魔法の狩人ね。そして、最後が、馬。騎士。馬。馬ではない。え、どちらかというと騎士。あ、騎士。騎士の方が。馬です。馬です。ありがとうございます。さあ、ということで。なるほどなるほど。あ、来ましたね。いい感じのね、宝箱だったんですけど。ね、六角形来たしね。六角形も来ましたし。六角形来たもんね。こっからが本番ですよ。はいはいはい。そうそうそう、そうだ。戦の時間です。はい。そうだな。私も出来決まりました。もう？はい。コンさん、コンさん送りますよ。コンさん、ちょっと待ってください。コンさん送ります。ずるに、ちょっと待って。なんでコンさんの方が年上なのに2位に。いや、だってずるっていうのもなんか。じゃあ行きます。行きましょう。戦に行きましょう。戦に行きます。コン
ンさんは外国語を使っちゃいけない戦いは初めてですか？あの1回だけ、はいはいはい、あの生放送の時に、あ、生放送で行きました、はいはいはい、あのキヨキヨさんと、さんと、あ、それなんすか、それなんすか、これあれです、で電気、あ、電気、電気、電気車、電気車、電気車、あ、それなんすか、これは空飛ぶ犬です。空飛ぶ犬、犬、あ、犬か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 、で、はいはい、今からこっからですね、はいはいはい、あの小鳥さん、小鳥さんつけて、小鳥なんだこれ、小鳥です、こいつは、これ小鳥なんだ、はい、小鳥さん、それなんすか、それなんすか、これ、これあれですよね、あの、タル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 お化け、タルお化け、タルお化け、お化けになっちゃった、お化け、お化けになっちゃった、あ、今いいです、槍たちが、槍たちが、ここで、はいはい、ゲド、ゲド、ゲドいきます、ゲド、こっち黒、デカブツ、デカブツいきます、デカブツ強い、デカブツは強いですよ、デカブツは、デカブツは止まんないよ、デカブツは、デカブツは割と強い、はい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 、なるほどな、ちょっと、まあ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 、まあ、毒ね、毒ね、あー、毒強い、毒毒毒毒これは毒は、あ、や、やの雨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 、まあまあ、割と私がもう普通にね、あ、なるほどね、いつも通り勝つと、はいはいはい、いつも通り勝つってなんで急になんかまあでもあれですね、コンさんとあんまりフレンドバッテリーしないですね、やったことないですね、逆に、あんまり、あんまりこのガチのやらないですよね、ガッガッ、やらないです、ね、なんすか、本気の、いや、本気の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 、絶対も多分外国語ではないと思うんですけど多分外国語ではないと思うんですけど、ガチの語源がわかんないちょっとそうそう、語源がわかんないから、なんとも言えないけどあ、その機械の、機械の小鳥きついな。あ、小鳥、小鳥。機械の小鳥。ピッて、今ピッ、今ピッ、今ピッ、ピッ、ピッ、小鳥ちゃん強いなと思って。でしょうね。ピッ、ピッて今聞こえた。言ってない。何かと思った。小鳥です。小鳥ですよね。やばい。あー、あー、きついな、きつい。下道が、下道が、下道がきつい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 、下道。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと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 、とりあえず、はい。なん、あの、お化けおじさん。お化けおじさん。お化けおじさんで、そういうことする、毒くる、毒くる、毒が手札にない、ない、ない、オッケー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 、デカブツ行くしかない、デカブツ強いんだよな、デカブツちょっと行くしかない、デカブツ割と強め、 で電気を分ける、電気を分ける、電気を分ける、一旦ゲド、電気を分ける、ゲド、電気を分ける、面白い、電気を分ける、ちょっと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 最低風船、あ、ふ、あ、風船もあったの、風船もあったの、風船あります、風船あるの、風船あるの、もちろんある、風船は効いてない、風船は効いてない、風船は、風船は電気に弱い、風船は電気に弱い、風船電気に弱いはず、あー、電気にはゲド、電気にはゲド、電気にはゲド、ゲド、ゲド、こいつゲド、電気にはゲド、ちょっ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 ちょ、ありがとうございました、あー、負けた普通ということで、な、なんすか、なんすか、あー、な、なんすかそれ、あの、いい試合いい試合、いい試合、そのまんま、いい試合、そのまんまでございました、いい、はい、ということで、本日は外国語使っちゃダメロワイヤル、なー、どうでした、いや、ダメですね、何が、あの、まず意外と、はい、意外と、あの、外国語があんまり、なんか、それで普通に止まらないっていう。そう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 。あの、間違って、あのね、はい、真面目かズルさん。ズルさん、真面目か、どっかで、どっちかが言わなきゃ。はい、確かに、こういう企画は、どっちか、どっちもなんか、まあ。すぐね、真面目だからね、やっちゃうんですよ、ちゃんと。でしょ？ちゃんとやっちゃうから。真面目か。難しいっすね。難しいっすね。ちゃんとやると面白くない。ちゃんとやるとまあ、とはいえね、はいはい、あの、いつも出ないワードとか出て楽しかったから。え、あ、もうオッケーなんじゃないですか、終わったの今、終わってますよ、終わってたの、終わってますよ、あ、そうだ、あ、ごめんなさい、僕終わったつもりでした、あ、いや、だって始まってコンさんって言うから本日はじゃあね、はい、あの、こんにちはさんと一緒にお送りしてきたわけなんですけど、はい、こんにちはさん、最近なんかおすすめ動画とかないんですか、え、おすすめ動画、急に振ります、急に振っていきますよ、急に振ります、はい、あの、はい、僕、これから、うん、あの、毎月、毎月29日を2.9 の日にしようと思う。いいですね、2.9 の日。2.9 の日。新しい 2.9 で出るんですか、出ます。今月の29日に新しい 2.9 で。ちなみに何なんですか ?2.9 スパーキー、はい。やばい。
スパーキーは絶対勝てない。旧スパーキー絶対勝てない。スパーキーは嘘だって、はい、スパーキーって他のユニットと組み合わせないとこううまく守れないじゃないですか、はいはいはい、2.9 だとスパーキー入れた時点で他のユニット細かい系になっちゃうんで、ただ、はい、高回転でスパーキー回ってくるんですよ。確かに確かに確かに、相手のもう処理ユニットが追いつかない。そう、こちら 2.9 スパーキーの動画もね、はい、29日上がるということなんで29日は、ぜひとも皆さんそちらもチェックしていただければなと思います、はい、ということで29日は 2.9 の日、はい、2.9 の日、よろしくお願いします。本日のゲスト、こんにちはさんでございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。さよなら。いや、さよならでしょ。あ、ごめんなさい。もう一回、もう一回、もう一回。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。